大旋風を巻き起こしたチェリ魔法が映画になって帰ってくる。おとぎ話はいつだって魔法が解けてハッピーエンドだ。でもはしゃいでる足立かわいい。俺はまだ魔法使いのままだ。週末デートしない？完全に使いこなしてるし。今年は何しよう。二人で旅行も行きたいよね。こんな時間がずっと続きますように。転勤、長崎に行ってみないか？俺は応援するよ。会えなくなるわけじゃないんだし。俺が重荷になってるのかもしれない。黒沢は何を考えてるんだろう。思ってることは言葉にしないと伝わらないぞ。足立さんが、黒沢が俺に変わるきっかけをくれました。純度 100% ピュアすぎる二人の恋の行方は。私、チェリマホザムービー、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。もったいなくて食べられない。食べろよ。無理。